はい、どうもです。今回ですけども、ちょっと真面目な話をしたいなと思います。だからまあこのスーツ、まあ、着て動画撮ろうとしてるんですけど、まあ、ネクタイちょっと締め方が分かんなくてね、僕一人で撮ってるんで、前さん今関西いて撮ってるんであれなんですけど、タイトルにもあるようにバズについてですね、僕とバズとの関係性、そしてまあ今起きてる問題についてちょっと話していきたいなと思います。まずタイトルにもあるように、僕は今現在バズ所属ではないです。これまあ契約上の話になるんですけども、僕はもうバズと今契約はしてないんですよ。で YouTube の MCN に所属してるっていう形で、バズと専属契約とかは僕は今結んでないです。正確に言うと11月からもう結んでないんですよね。でこれなんで言わなかったのか、そしてまあなぜバズと契約を結ばなかったのか、まあいろいろねこれ話をすると長いんですけど、すごい簡単に言うと、僕もいろいろなことがあったじゃないですか。本当にいいことも悪いこともねあったと思うんですよ。本当2年間ぐらい3年間ぐらいかな、バズと共にまあ走ってきて、バズの所長ともまあまあ親しくさせてもらってましたし、でバズのクリエイターとも仲良くさせてもらってて、いろんなことがあったものの、やっぱり居心地のいい場所だったっていうのはあって、なんていうかその情の部分で残ってたっていうのが強かったんですよ、僕自身で。でもやっぱりその事務所に対して、なんていうんですかね、いいとこばっかりじゃなくて、僕自身事務所に所属しなくてもいいんじゃないかっていう考えはもう結構前からあって、独立しようっていうわけじゃないですけど、事務所がなくてもやっていける、そしてまあ事務所があることによって僕自身の自由が制限されたりとか、例えば事務所に何かあった時に僕自体がバズの顔なんで、いろんなことが僕の責任になるような感じの流れができてるんですよね。だから僕自身が上を目指す上でちょっとそれが煩わしいっていうのはあったんですよ。実際やっぱり今回もそうなんですけど、今回バズで問題が起きた時に、目覚ましテレビとかネット記事とかで取り上げられる時に、ヒカルの所属してるバズって大体書かれるんですよね。で僕の画像が使われるんですよ、一番オープンに。まあ、もちろん僕がバズの顔っていうイメージが多分強いからだと思うんですけど、これによる風評被害っていうのが結構すごくて、それも込み込みでね受け入れてたんですけど、ただちょっと僕自身自分の活動にもっと専念したい、そして自分の会社をもっと大きくしたいっていう気持ちもあって、すごいね迷ってたんですよ。もう一度契約し直すか完全に独立するかっていう。で今回の件があったわけですよ。で今僕は実際もうバズの内情とかはほとんど分かんないです。実際ねバズの人間ではないんですよ、正式な形で言うと。もちろん仲良くはしてますけど、でも契約上はもう今契約してないっていう形で、今回の件があった時も、僕はバズとして何か発言するのか、それともバズじゃない人間で発言するのか難しかったわけですよ。ここを説明しておかないと、僕が何か発言すればバズの代表として発言したってなるじゃないですか。でも僕はもうバズじゃないわけですよ。でも世間からはバズだとして見られてるっていう、このなんかすごいなんか板挟み状態にあって、で今回ねクリエイターとバズ側で問題があったわけじゃないですか。給料未払いがどうとかっていう。で僕はこれに関してちゃんとは分かんないんです。やっぱ結局のところ当人たちにしか分からない問題もあると思うんで、僕はここについて正直何かこれがこうとかって発言するつもりはないんですけど、僕はクリエイターのことも好きやしバズのことも好きなんで、どっちの見方とかそういうのじゃなくてフラットな気持ちで今正直見てます、これに関しては。でもまあ結局のところクリエイターに問題があるとか、まあ、バズに問題があるとかいろいろあると思うんですけど、バズに問題があるっていうのは 100% 事実で、これに関してはバズはやっぱりその責任を取らないといけないし、ちゃんとした対応すべきだしっていうのは僕も思ってるんで、まあこの問題が起きてからもすぐに連絡入れて大丈夫なんですか、ちゃんとした対応した方がいいですよって言ってるんですけど、やっぱりちょっと対応遅かったりね、僕がまあバリューで問題の時もそうなんですけど、やっぱちょっと上手い対応ができてないっていうのも正直あったりとかで、僕的には自分がやっぱり一生懸命 YouTube を頑張ったりとか音楽活動やったりとかしてる中で、その足を引っ張られたくのはないんですよ。もちろん助けてもらった部分もあったりとか、いろんな部分で恩はあったりするんですけど、でもやっぱり今とにかく僕自身が YouTube で本当に本気でやろうとしてるっていう、そのストイックにやろうとしてる中で、関係ないところから足を引っ張られて、それがうまくいかなくなるのは本当に嫌なんですよ。僕の会社の従業員にもそれは申し訳ないし、もちろん僕と関わってくれてるクリエイターのその仲がいい、まず関係がないクリエイターにも申し訳ないしとか、あとまあカルピンやったピンキーにもね、申し訳ないしとか、他の部分で足を引っ張られたくないっていうのがやっぱり本音としてあります、僕は。でも、バズと無関係とも言いたくない自分がいて、すごい難しい状態で、まあ、この動画撮ってて、ちょっと自分もね、ちゃんとうまく反省てるかっていうのは分かんないんですけど、でもそういう状況なんですよね、僕自身が。で、他にも、まあ、この件を言わなかった理由っていうのは、まあ、いろいろあって、僕と森さんとの関係性で、やっぱりその僕がバズをすぐ辞めるとか、っていう風に言っちゃうと大きな問題になったりするじゃないですか。ヒカルがバズ辞めたからどうってどうちゃらこうちゃらとかいろいろなったりするのも嫌だったのもあったし、あとまあ僕が入ってもらった高橋さんっていう人ね、ちょっと前にバズ辞めたんですけど、が辞めるまでの期間はさすがにやっぱり僕自身が勝手にパッて辞めるっていうのもおかしな話だと思ったんで、そう言わなかったってのもあるんですけど、今回まあまあ問題が起きてこの機会で言うしかないなっていう、逆に言わなかったら僕自身が自由に発言できないなと思ったんで、このタイミングで言うことにしました。だから僕は今バズの MCN に加入しているっていう状態のみで、専属契約とかは結んでないです。そしてバズの内部の事情に関しても把握してないです。
っていうのが現状です。ただ、勘違いしないでほしいのは、この話をしたからといって、僕がバズに無関係だとかっていう話をしたいんじゃなくて、今回の件はすごい大きなことだと思うんですよ。どこまでが僕も事実かっていうのは正直わからないんですよね。いろんな人から聞きはするんですけど、言ってることがやっぱ違うわけですよ。事務所側に言ってることとクリエイター側に言ってること違うわけで、どっちを信じればいいかっていうの難しい話で、お互いと関係性があるからこそ、僕自身も板挟みになってるっていう状態なんで、僕は一刻も早くこの事態が収束することを願ってますし、それに対して僕がやれることはやっていきたいなというふうに思ってます。でもやっぱり、自分がこんだけちゃんとやってその活動してるからこそここに対しての思いっていうのはすごい熱いものがあって、邪魔をされたくないって気持ち、今すごい一生懸命やってるからこそこの流れを消さないでほしい、壊さないでほしいっていう思いもあったりとかで、なんかすごい本当にね、難しい状態です。今本音を言うと、だからなんていうか話がまとまりきらないというか、自分の中でどうしたらいいのかなっていうのはまだ完全には決まってないんですけど、まあやっぱりこの応援してくれてる視聴者の人に対して何かしら僕の言葉からこの件に関しては言った方がいいなと思ったんで、この動画を撮ってます。でもちろん言葉を選びながらなんで、その逃げ切れない部分っていうのは正直あると思うんですよ。でもそこに関してはね、ちょっとまあ僕の板挟み状態とかいろんなその気持ちを考えてもらえたらなというふうに思います。そして僕はやっぱりバズのクリエイターが好きなんですよ。ネクステメンバーとかね、僕が仲良くしてもらってるクリエイターたちいっぱいいると思うんですけど、やっぱ好きで、自分だけが今回の件があったからスパッとやめてどうとかっていうのはなりたくないっていうのも正直あって、まあ今ちょっと炎上しかけてるクリエイターの子いると思うんです。バズ内でね、低評価がたくさん増えて、僕の当時のような状態、何をやってもアンチが来ちゃうみたいな状態になってると思うんですけど、そういうのは僕は望んでないし、やっぱり一番やっぱりその望んでるのは、事務所側とクリエイター側が和解して、そしてクリエイター同士も和解して早くこの問題が収束すること、ちゃんとダメなとこはダメっていう風に、それはちゃんと浮き彫りになって、そこをその責任を取るのはもちろんちゃんとして、そしてその上で事態が収束していくことを望んでるし、それに向けてまあやれることをやりたいっていう気持ちです。それと僕が4日ぐらい前かな、ツイートしたやつで、僕がサバカでバズのどうでもいいことでいちいちあれ次じゃないみたいなツイートしてるんですよね。僕がこれに関してはその給料未払いとかの事件が発覚する前だったんで、僕的には男女間の問題ぐらいで、まあ痴話喧嘩みたいな感じだと思ってたんで、僕も自身もね、でぐらいでいちいちごちゃごちゃ言うなっていう意味だったんですよ。だから僕の中ではここまで大きなことがあるとは思ってない状態での発言だったんで、まあこれに関してちょっと勘違いした人もいると思うんですけど、これに関しては申し訳なかったなと思ってます。すいませんでした。それと今回の件でたくさんの方を不快な思いにしたりとか心配させたりとか、まあ本当にいろいろあったと思うんですよね。でまあ僕自身の視聴者の人もどうなってるんだとか、バズのことを応援してくれてる人たちもどうなってるんだみたいな、いろいろあったと思うんですけど、それに関しても僕が全部関わってるわけじゃないんですけど、でもやっぱり僕自身もバズとして活動してたし、一応まあバズのクリエイターの中では顔というか登録者的には一番多い立場で、でも結局この事態を防げなかったというか、なんか結局この事態に対して適切な対応ができなかったことに対して本当に反省というか、なんていうか申し訳なく思ってます。まあ僕自身がもっと多分うまく対応してれば、もうちょっとなんか事態は良くなったのかもしれないですけど、でもやっぱそれがなかなかできなくて、なんていうかすごい難しい立場っていうのがなかなかできなかったんですよね。それに関してもね、ちょっとやっぱり申し訳なかったと思ってます。すいませんでした。ではまあ切り替えてね、今日の夜もそうなんですけど、明日からも面白い動画出していきたいと思ってるんで、まあ僕自身のメインチャンネルは変わらずやっぱ楽しんでもらうっていうことを中心に配信していきます。そしてその一方で、表ではねできることって限られてると思うんで、その裏側でねやれることをやっていきたいなっていう感じです。でこれから僕の事務所どうするのかっていう話に関してなんですけども、そこに関しては正直まだ決まってなくて、いつか僕の口からどうするのかっていうのを多分話すと思うんですけど、それまでは待っててほしいなと思います。そしてこれからもね応援してください。皆さんの力がないとね、まあ結局のところ何もできないのも事実なんで、今回の件でねこのコメント欄も荒れるとは思うんです。やっぱりまあそのお前のせいだとかなんとかいろいろ来るとは思うんですけど、それもまあまあごもっともかもしれないなと僕も自身も思うんでね、自分のできることをやれることを少しずつやっていって、この問題が一刻も早く収束することに努めたいなと思います。というわけで今回は今起きてるバズのことについてと僕とバズの関係性についてでした。ちょっとうまく話したかどうかね、ちょっとわかんないんですけど、まあでも話を聞いてもらえてね、まあ自分の中でもね、まあスッキリした部分もあったんで、そこに関しては良かったかなと思います。ありがとうございました。